はいどうも、りょういちです。それでは、セブンデイズトゥダイやっていきたいと思います。一度ね、拠点の方にね、帰りました。そしてね、ちょっと荷物をね、取ってきました。スチールリング。これをね、作ってね、5つ持ってきました。あと、まあ、ま、あエンジンとかね、ジェネレータージェネレーターも一応ね、持ってきました。よし。とりあえず、これでね、動かせるのかな。やってみましょう。 ここに一応ねウッドフレームで1本だけだけど道をねあの原子力発電所までね作ったんですよねこれで安全に夜でも安全にね行ける一応暗視ゴーグルにしとくか敵がそこら辺にいるかもしれないからな怖いこんなところででもね襲われたら結構やばいからな夜だしよし とりあえずは敵はいなさそう。あ、いる。誰かいる。ハゲワシか。あ、いるね。いますね。バレそうだな。あ、いるいる。もうバレてる。もうバレてます。ビジネス。あぶいあぶい,危ない普通にフェラルカだな。やっぱ、荒野だしね。 フェラルカが結構多いな。あ、ちょっと待って。倒しておきたいな。よし、危ない。よしよし、とりあえずオッケー結構遠いからね。あ、見えてきたでも。うわー、すごいな。暗視ゴーグルで見ると、すごいな。あー、犬もいる。犬がいる。危ない危ない。あー、気づかれた。 あ、警官湧いてる。危ない。気づかれてない、犬は。あ、外した。なんで外すんだよ。よし、危ない。犬は、なんとか処理できた。警官が湧いたな、今。あそこにいるんだよ、警官が。マジかよ。厄介だな。警官は厄介だぞ。ああ。もう気づいたの早くないあなた気づくの。気づくの早くない。うわあ、ちょっと。まずまずまずい。まずい。俺の足場が。俺の足場がなくなっちゃう 戦うしかないもう地雷はないだろこの辺さすがにお前怖いなー2番目か2番目の警官なら勝てるわよし危ない防御力ないからね今放射能防具だから防御力がね紙だから自爆食らったらやばいよね下手したらポテトかよよしよしとりあえず着いたか 危ないな。足ゴグル外すとどんな感じだまあ見えなくはないけど、微妙だな。中に沸かないといいけどね、新たにね。スリッパーが全滅してなかったらね、リセットかかるからね、また沸いちゃうだろうし。怖いな。さあ、とりあえずね、あの、あ、なんか壊れてるし。誰が壊したの んまたクモの声するな。なあ,あ、そうか。まだ雲はいたんだな。声はずっとしてたんだった。そういえば。あと、ちょっと調べてねあの、いろいろ分かったんだけど、これもなんか、ね、あの、調べれる。これね、なんかあるみたい。これがタービン的なやつなのかなパワーって書いてある。これはジェネレーターとしても使えるのかなそんな感じ。エンジン入れれるこれ。あ、入れれるな。ガソリンは ガソリンオンにする。ガソリンはいらないのかなアックスアウトプット1、パワー0。どうやって使うんだろうなこれはちょっとわかんないな、でも。あ、なんかある。開ける、オン、オフ切り替えしかないか、でも。エンジンを入れるわけじゃないのかなその辺はちょっとわかんないんだけど。これ繋げんのかな実は。あ、繋げる。これも繋げるじゃん。これと繋げばいいのかなこっちと繋げばいいのかな こ,もぶっ壊すかここをこ壊してよし外だあ,あこそうかこっち側かこいつとつなげばいいのかなつながるかなあ,あ75ワットあ,あ繋つながったね一応繋つながるぞこれでいいのかな ジェネレーター使わなくても、これで繋げばいいのかなちょっと定かじゃないけど。あ、繋がらない。赤くなってる。これ微妙に無理か。こっち側は無理なのか赤いな。結構短くねあ、ここで終わりあー、届かんよね、これは。リレーがいるか。それか、こいつから繋げば。まあ、いけないことはないかな。うん。 これで、これで、エンジンをこっちに入れるのかなじゃあ、あっちのエンジンをちょっと抜いて、ガソリンは入れないのかなあと、あれだよね。炉心に入れないといけないんだよね。多分。炉心にこれを入れてこないといけない。スチールリングと。よし。一応説明書もう一回読む。えー、っと、まず、先に入れないといけないんで二つと一つね。 で、両タービンの外部電源を入れる。外部電源。外部電源。両タービンの外部電源。両タービン。これがタービンだと思われる。タービンって書いてあるもん。タービンだよ。両タービンの外部電源。外部電源これをオンにするってことだろうけど。あれかなエンジンじゃないのかなわからんね。 多分この中にあれがあると思うんだよね。ここもぶち破っていくか。こぶち破って大丈夫かな水こぼれてきたりしないかなだか怖いな。水こぼれてくる可能性あるからな。普通に回っていこうか。水溢れてきて機能しなくなったら嫌だりしない。敵はさすがにいないんじゃないかと思うけど。なんか声はする。 声はするんだよ。どっかにいる可能性がある。慎重に行こう。この辺はライトがついてるからな。あ、でも微妙か。うわ、いるあ、クモだ、びっくりした。あー、クモあ、クモか。生き残りがいたのか、クモの。ここにこんなとこにいたのか。びっくりするね。よし。これでもしかしたらクモは 全滅かそして、ここだよね。あ、このタービンのところ、こっち側を壊せばいいのか。こっちを壊したらいけそうだな。まだ雲の声するわ。あ、ちょうどここだったんだ。俺が破ってたところ。あ、ギリギリ、ギリギリ行けないことはない場所だったんだ。ここ壊そう。よし、これでアクセスしやすくなったぞ。あ、看板が邪魔だ。 看板が邪魔で通れない。しゃがんでいくしかない。看板壊せないのこれ。看板壊せないわ。しゃがむしかないな。よし。まあいいや。オッケーオッケー。そして、ここだよね。この炉心炉心もね、あの、調べられるんだよね。やっぱり。前調べれなかったけど、これ下の方の真ん中ぐらい。 この辺りだったと思うんだけど。違うかなあれダメだな。調べられない。この辺じゃないのかなもう一個下か。もう一個下かもしんない。あ、ここだ。あ、ここ、ここ。よし。ここにちょ、入れて。入れる。もう全部入れろ。全部入れた。入れた。全部入れていいのかな いでなんか食らってる。なんか食らった。びっくりした。食らったように出たけど、ライフは減っていない。よし。とりあえず入れたよ。入れた。入れて。まあ、これ、数は守った方がいいのかな二つ一つ。多い方がいいのか。でも消費しないのかなこれって別に。その可能性あるな。ちょっと取ろ二つと一つにしよう。多分なくならないんだよね。多分これは。 よし、二つと一つにした。オッケーオッケーこれでいいのかなよし。オッケーじゃあ、とりあえずタービンの方行ってみるか。二つ起動させないといけないとかあんのかな両タービンって書いてあるけどね。片側だけでもいいのかな多分、どっちでもいいんだろうな。二つあるってだけだよね、きっと。で、 これだ問題のこのタービンだ。オンにする。無理だな。エンジンじゃないのかなエンジン関係ない。んあ、動いた。あ、動いてる。あ、動いたぞ。あ、動いてるえ動いたどういうことこれでいいのかな今オンなのかオフなのかがわからん。あ、止まった。あ、オンにする。あ、別にいいんだ。 でも1ト使ってパワーゼロだけでいいのかな一応エンジン入れとく一応エンジン入れとこうか。エンジンかけなさそうだな。でも。何かスロットがでもあるってことは何か入れないといけないんじゃないのかなそんな気はするけど。これでえ、これでいいので、始動まで待ちます。あ、始動したよ。プルトニウム取り除いてコアをきれいに保ちます。コアをきれいに。 保つコアに格納だからコアにプルトニウムが作られていくってことかでそれをまあ、取り除くことによってまああれかなどんどんできていくあれ止まってるタービン止まってるじゃん結局ダメかダメなのかやっぱエネルギーがないとダメなのか何かいるのか何があっびっくりした急に速いエンジンじゃダメなのかなあ,あ止まるな やっぱエンジンじゃダメなんだ。何なんだこれ何をこれにジェネレーターを繋げばいいのかなこれにジェネレーターわからんけど。とりあえず置いてみよう。そんなことはないよね。これ違うよね。繋げれないよね。繋げれないわ、さすがに。どういうことだこれも違うのかな 何を入れればいいんだ両方やらないとダメとかあんのかな両方入れてみるかなんだ外が騒がしくなってきたぞ。なんか来たな。野良ホードかな野良ホードが来たのかもしれない。外が騒がしいかなり。やめろよ。あ、なんか壊れてる。おい、やめろよ、お前たち。おい、そこが一番ダメな、ダメなとこだから。壊しちゃダメだから、君たち。 ま危ないって。何扉破ってんのとりあえずちょうど朝になってよかったわ。よいしょ。なるほど雑魚集団だったんだな。ベラルカもほとんどいない。よいし。なんとか片付いた。危ないな。壊されるわ。何もないか。 デニムジーンズはないかデニムジーンズないな、あルる。向こうに警官がいたけど、大丈夫かな消えたあいるえなんかいる。いてっ、いてっなんだろうクソ、見えなかったぜ。よいしょ、危ない。よし。ここ危ないな、いるな。警官もいるし、犬もいたぞ。 とりあえず閉鎖だ。よし。とりあえず封鎖しておこう。よし。とりあえず両方に入れたけど。あ、こっちは行けた。なんかこっち行けたっぽい。マックスアウトプットがいっぱい出たぞ。やっぱいっぱいこれ入れたんだよね。何個か。何個か入れたらいけたっぽい。何個もいけ入れないといけないのかな。もしかしたら。何個も入れてみるか。消費してあれかな。 ウランを作るのかなもしかしたらそれか数がバグってて足りてないあの説明書の数じゃ足りないのかもしれないもう一個こっち側きっちりしか入れてないからこっち側もいっぱい入れてみようよしとりあえず2倍の数をね入れてみましたこれでいけるかな多分隣の2倍の数だったと思うけどこれで動くんじゃないだろうか あ、ダメだ。こっちダメだな。こっちなんか繋いだのがバグってんのかなもしかしたら。繋いでしまったのがバグってのが切ってみよう。あ、いけた。あ、いけたわ。繋いだらダメだったのか。いけたわ。じゃあ、数も1個ずつで良かったのかな ?1 個ずつというか2個と1個で。こっち動いてる動いてるね。よしよし。ついに、ようやく稼働し始めましたよ。 じゃあこれであと待つだけでいいってことかなじゃあ一応これはもうこっちか。これ用か。これにつなごう。じゃあやっぱタービーは何も入れなくてよかったんだな。よし。オッケーちょうどエンジンも2つ持ってきてよかったな。これ1個70も使うからな。75か。かなり電力の消費が激しい。よし。これででも動くってことだよね。これが。おいけるいける。おお、すごい。 劣化ウラン弾。攻威力で防御を貫通。放射線によるダメージを相手に与える。すごいね。すごいけどなかなか大変だな、これ。50個もいるじゃん。7.62。で、グラニウム。1個。そして、ミニニューク。すごいな。これはやばいな。第四次大戦。プルトニウム。ホージドスチール。マジか。プルトニウムがいるの。プルトニウムはどうするんだ ウランしか作れないんじゃないのかなここでは。わからんけど。これがウラニウムが作れるんだよね多分。なるほどね。すごいな。すごいな。これはちょっと試したいね。遊びたいね。あれで。ミニニュークで。下手に遊んだら死ぬだろうけど。こっちはそしてこっちはどこだこれか。あったあった。これがビッグワークベンチなんでね。これにこれを入れるということだ。 あ、これでウラニウムが作れるようになるんだ。あ、これがいるんだな。あ、これを使う、これが作れるのかなこれが出来上がる。あ、でも、あ、これか。ウラニウム、これができるんだな、きっと。で、ガスシリンダーもいるんだ。で、これを作って、で、これにできるってことか。なかなかあれだね。面倒だね。で、パワーコアっていうのも作れるか。これがあれか。なんか、 これを動かすのに必要なんだね。エグゾスーツ。なるほどね。そういうことね。あ、これしかも X ラットグローブが必要って書いてある。一応あれ使わないといけないんだ。作業台に入れるんだ。じゃあもう一個必要だな。今のやつ脱いだら多分放射能の効果が失われてしまうからね。多分ダメだよね。もう一個作らないとダメか。 結局じゃあまあそんなすぐにはできないかガスシリンダーもないしな。うん。結局そんな簡単には色々作れなさそうだね。まあこれ作ってもどの道まだね使い道ないだろうしね。何も持ってないから。レーザーソードとかもあるんだね。これいいな。レーザーソード。ライトセーバー的なやつかな。こっちのミニニュークもプルトニウムがわかんないからまあ 作れないし、これはどうだろうな。これはちょっとあまり作るべきかどうかわかんない。どれぐらい強いかわかんないしな。うん。まあとりあえずは、まあこれで、まあまあ、生成される、生成する方法は分かったか。うん。OK だな。とりあえずどれぐらいで作られるんだろうな。結構時間かかるのかな。 わあ,警官近いなあの警官をやっておいてもいいかもしれない作業台あれ壊されたら終わりだよね取り外したりとかできないんだろうな多分あの作業台とかはねよしもうできてたりするかなこれ毎回でもこの中に行かないといけないっていうのも大変だね取りに行くのは命がけだよね の中にできんのかなウラニウムが。1個ぐらいもできてるかなさあどうだ。ああ、できてない。できてませんね。残念。そんな簡単にはできないのか。まあ、あの、なんかオイルをね、取る砂漠にあったやつ、あれも結構時間かかるからね。しかもその近くにいないとね、作動しないんだよね。動いてないからね。 だから自分が近くにいないと多分こいつもできないんだろうなしばらく待たないといけない作るにはそれは結構大変だねどれぐらいの距離離れていいかっていうのわかんないしこっちもできてないなまだできないようだなとりあえずゲーム内で1時間ぐらいはちょっとね待機してみようか周りのゾンビをちょっと買ってね時間つぶしでもしておこう この辺にいるゾンビども、口ちの上いた。ばれた。ばれたな、今の。ばれてない。ばれて、あ、ばれてるわ。あーあー、壊れる。一撃でこれかよ。来るか来ない来。来て。来て、来て、来て。ダメだ。あー壊れちゃうよ。あ、来た、来て、来て、来て。よいしょ。よいしょ。じゃ、邪魔、邪魔。アロハさん、邪魔。 邪魔だって危ないなそうおなつかんだよし警官何かくれ何もなし犬もいるから犬も仕留めておこうよし当たったオッケー車は羽だけかよしまあとりあえずゾンビはそんなにいなかったなこれぐらいか 片付いた。特にこのあたりは何もないだろうな。さすがに他の建物とかもあんまりないだろうな。この建物はでも確かあれかな。あの金庫がウォールセーフがある建物じゃないかな。まああまり別にウォールセーフは期待値高くないからいらないけどね。 これゾンビがね、急に出てくるから怖いんだよな。あ、いる。走りじゃなくてよかった。しゃべる。これだけか。よし。ウォールセーフは。お,おー、シルバーナゲット、オールドキャッシュ。あー、まあまレアなねレシピだけど、いらないな、今は。シルバーナゲットもな、かさばるからな。いらないな。 トレジャー、この近くに、トレジャーじゃないトレーダーがこの近くにね、いればね、売りさばくんだけどね。この荒野の地帯をでも探すのは結構、ね、危険だよね。よし。そろそろもうでもいいか。時間的も結構経ったしな。ちょっと様子を見てみるか。果たして、できているのか。これで一個もできてなかったら結構時間かかるよね。さあ、どうかな。 ああ、できてない。できてないな。本当にこれでいいのかできるのかこれでわからん。タービー動いてるだろうな。タービー止まってんじゃないだろうな。もしかしたら。可能性もあるな。一応こっちも見るかと。ああ、こっちもできてないね。ここにできないのかな。もしかしたら。4つと2個入れたしな。数入れすぎてもダメな可能性ある。逆に。 タービンの方にできるとかそういうことなのかなもしかしたらこっちにできる可能性あるちょっと見てみようああ特にだなロックかかってるしねスロットはうん動いてはいるよねマックスアウトプットはすごい数値で出てるけどパワーは0なのがねこれでいいのかどうかだよなでも他にやり方もわかんないしな説明書通りにやったら とりあえずこれだけだもんねパワーもうんもうこれで待つしか多分ないんだろうなおそらくわかんないもし間違ってたら何かね教えてくださいとりあえずまあじゃあ時間的にもあれもずっと待ってるのもね大変だからなとりあえずこれぐらいにしとくかここはあとあれだな放射能の影響が本当にこれ あるのかどうかちょっと見てみよう。今防具を、スーツをね、着てるからわかんないけどね。これ取ったらダメなのかなやっぱり。ちょっとどれぐらい影響あるんだろうか。取ってみよう。これ一個。あ。取ったら、取ったらあれがなくなったけど。ダメージ食らうかな放射能溜まったりするかなあ、でも特に何もないな。特にあ、でも、 放射能マークみたいなとかもないし、ね、ここは放射能汚染されてないのかなわからんけどいやそんなこともないよね原子力発電所だしなまあもしかしたら炉心の近くとか結構そういう際のところじゃないといけあれかなじゃなかったらいけんのかもしれないねこの辺だったらいけそうだな特になくてもスーツがなくてもいける気がする うん。じゃあまあ、別にこれにはめてもいいのか。グローブをこれにはめといても良さそうだね。よし、とりあえずね、ここはもうこれで置いておきましょう。ちょっとわかんないからね、これ以上やり方が。まあ、街でも、次回に街でもね、探索しよう。ここぐらいの距離だったらもしかしたら稼働させたままね、時間が動いた状態でもしかしたらね、いけるかもしんないからね。 とりあえず待ってみようか。というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。